T シャツのせいか、俺。クニューです。ちょっと明るすぎんだ。2020年5月11日、月曜日の夜でございます。今日はハロプロ関連様々来てくれた、コメント返しもお届けしたい、そんな感じになっています。まあ、深夜にはハロドリも見ちゃうけどね。つう感じ。じゃあ4トピックですね、佐藤段原浜浦鈴木お買いセットな返信動画に返信くれた方々、それとごめんね、佐藤正樹レス動画に返信くれた方、岡村誉れ、誉ちゃんかわいいにこれどうしようもない動画だったねすいません、にコメントが入ってくれた方々、それと船木結ぶねバースデー動画、昨日ねね、これにコメントくれた方々にお返ししていく、そんな感じにしたいと思っています。じゃあ早速いっちゃいましょう。まずはじゃあこのコメント返しにコメントくれた方いきます。マーライオンさん、コメント返しありがとうございます。あゆみちゃんの特集は焦らず待っています。ちなみにハローの活動かっこライブイベントが活発になった場合はクニョーチャンネルのテイストは多少変化しますか？現場の感想とかも増えるんでしょうか？過去にお話しされていたらすいません。ありがとうございます。いやナイスな質問だと思いますよ。現場がね復帰したら毎日、僕だから2月の7日に始めてるんですけど、毎日現場で思ったことを後ほど飲む前に撮ってやるっていうような感じで考えてたんですよね。ただ結果的にですよね、この自粛期間みたいになっちゃってるんで、なんかすげえ活発な人になっちゃってるんですよね。だからこのままキープできるかどうか危ないですけど、でも基本毎日更新で、ハローの自分がやってって今思ってるのは、ハローの基本的なトピックはもう早め早めに頭の中にあるものを出していこうということ一つと、あとライブの感想はもちろんですよね。とあとなんか自分的には1000人超えて別チャンネルできる余裕ができたら英語とフランス語の配信をしたいと思ってるね、調子乗るなって話だろうしんないけど、まあやりたいんだからしょうがねえじゃん。だからそういうようなことを考えています。でもちろんリクエストとかありましたら、できる範囲はほぼほぼもうトライアルしていきたいタイミングなんでやっていこうと思ってますんで、引き続きお願いします。つう感じです。じゃあ続いてピンク現地マン、ジェンティエマンかな、わかんない、フロムアイリマニアさん、あらす、アイリ様最高。そりゃそうだろうよ。俺一応これ付け加えとくと、アイリのさ、最新、一応最新曲になるのか、オフィシャルヒゲダンのさ、あの曲耳についてしょうがないんですよね。え、あれいい、うまくやりやがんなって感じですよね。アイリの魅力もそうだけど、まあそれだけありがとうございましたね。またアイリーの話はつどつど、コンサート見てからがいいな、これはな、そう思ってます。じゃあ続いて、剣まんじまるさん、コメ返しありがとうございます。楽しく拝見させてもらってます。千里の見解をおっしゃっていたので、推しの私としてはずっと今回のことコメしようか迷っていたのですが、ちょっとだけ私の思いをかっこ長くなるかもですが笑い、私は千里が今幸せ、笑顔だったらそれでいいと思ってます。今までたくさんの元気をもらったので、私が推しが元気だったらそれでいいと思ったきっかけは、新垣梨沙ちゃんのあのモームスのライブが私が初めて行った娘のライブでした。かっこ私はミキティ推し、友達はゴマキ推し、カゴちゃん推し、3人とも初めてでした。そしてその新垣梨沙ちゃんの時の異様さは今でも忘れられません。まだ小学生が中学生になったばっかりの子にこんな思いさせるのかって、自分も初めてでよく分からず静かになってしまって後で後悔したのを思っています。かっこその後新垣梨沙ちゃんはそんなもの関係なく素晴らしいリーダーになって娘を引っ張ってくれましたが、かっことじ、それから私は噂とか週刊誌とか関係なく推しが笑顔だったらそれでいいんじゃないかって思うようになりました。千里も子供じゃないからどう選択したかも分かっているだろうし、もし間違えてしまったとしても人間だしそんな時もあるよねって思ってます。あとマーちゃん探してみたらあんなに煽りすごいんですね、びっくりしました。おすすめしてくれたビヨンズも見てみようと思います。びっくり、長々とダブン失礼しました。いえいえ、ありがとうございます。
まあ、モーニングだけに限らずですよね、男女、まあどっちかというと女性アイドルの何かしらの動きの方が、まあ、僕ら気にするってことっすよ、うん、しょうがないもんこれ、人間ね、人間だよ。ガキさんはね、えガキさんはかわいそうだけどしょうがないもんねこれもね、うん、いいよまだ人生長いから、ね、ガキさんの舞台素晴らしいっすよ本当に。人間だって女性男性もそうだろうけど、このプライベートのことをちゃんとさ仕事に生かせるってことじゃないですか。だってスキル上がってるもん、俺尊敬するね、うん、で名前挙げてくれた方々ね全員すごいっすよ。だかご、ね、お友達のかごちゃんの推しの方はどう思っていらっしゃるか知りませんけど、ね、まあみんな頑張ってほしいってことです、うん、まあまあちゃんねやばいでしょ。美容もいきなりお家でもビヨンズじゃなくていいんで、もうビタミンズでいいんで、あの魅力は歌曲の中にあります。あのね芝居がかったのっていう人いるんだけど、芝居がからせてあれだけ可愛いからいいじゃんってことですからね。引き続き何かあったら言ってください。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。メロンパンさん、コメント会社ありがとうございます。いつも丁寧に答えてもらい嬉しいです。この動画見て浮かんだ質問しても良いでしょうか。現在のハロプロに所属する各グループにおける邦夫さん一押しの楽曲を教えてほしいです。ちなみに私は娘、青春ナイト、アンジュ、アイムソーストロング、ジュース、禁断症状、椿、表面張力、ビオ、ビタミン2です。引き続きよろしくお願いします。うんうんうん、これなんて今の今年の軸で今っていうことでよければすぐ即答できますよ。ただオールタイムっていうとちょっと違うけどね。いきますか。モーニング娘。はね、心&体、どうしてかっていうと深い、発見が多い、あとリズムがわりかし難解でこなしてるメンバーっていうのに見どころが多い、そういう理由で、アンジュルムはこの最近っていうところだとすごく、実はアンジュルムって僕これが来てるっていうのは曲聞いてなくて、あ、聞こえてきてなくて、メンバーのあの整い方見るっていう意味では、あの こういう言い方になるけど、メンバーの整い方見るっていう意味では、あの負けないぜ泣けないぜかあれ、あの曲でメンバーの整え方見るのが好きっていうことぐらいかな。でジュースね、ジュースはこれは今言うんだったら最新シングル上げなきゃダメでしょ、ね、まあ、2曲ともいいんだけど、好きって言ったらの方が、うん、曲調は好き、でもポップミュージックダメって言ってるわけじゃない、そういう感じで。椿は表面張力僕も好きですよ、うん、僕も好き。でもフルタイムで考え、これはフルタイムで考えちゃうんだけど、椿の場合って僕もう一曲決まってるのがあって、うん、それがあの真夜中の観覧車ですよ、うん、これ以上の曲がない。これハローの全部のトータルの中でも僕結構上位な曲、うん、そういうことでです。でビオはビタミン B でいいと思います。似たような感じです。だけどあの高輪ゲートウェイとかいいですね。一曲って言ってんのに何曲も言っちゃってすいません。そんな感じでよろしければ。ありがとうございました。じゃあ続いて、アンドゥー67さん、あ、嬉しいですね最近ね。ありがとうございます。邦夫さんありがとうございます。開演直前に着席した際にタオルを手渡せたんですが、主演後はすぐ席を立たなければならず、ろくにお礼も言えなかったので触れていただき、多少胸の使いが取れました。あとルルちゃんは菅井先生のままなんですかね。佐藤涼子先生説もあるようですが、二人体制なんでしょうか、ちょっと気になります。これはね、まずこのルルタオルの件は僕は便乗しただけだから、うん、あの配って、まあでもあれはあの方々に手伝わないと失礼でしょって話で、あのやめろって言われたら手伝わなかったけど、うん、だから当たり前のように車取りに行くよって言われたからって取りに行って、うん、何もかかったんだよなって言ったら、あの出します出しますってなったのだけもう現場の会話、うん、だからこれはあの企画しているもう
軍団的に言われる方々かな、彼らもう本当に尊敬できるところがある。いろいろ言われるけどやってんだから尊敬できるよ、うん、だからそういう人たちにこんな話あっといて伝えておきます。であと菅井先生のままにするのはジュースは俺ジュース道だと思うけどね。だって他のメンバーが急に仮にいなくなったから、じゃあもう菅井さんすみませんってならないでしょ、うん、で佐藤涼子先生がダメって言ってるんじゃない、うん、菅井先生みたいな人についてきてよかったってメンバー絶対思ってるはずだから、なんて勝手に思いました。真相全然関係ない話でした。じゃあこのトピック、この動画にはありがとうございます。次行きましょう。次はね、佐藤正樹動画のこのコメントレスの方にコメントくれた方にお返しします。かなこんさん、私の多少乱暴なコメントに対する進撃な説明回答ありがとうございます。動画などの共有拡散が簡単に行える現代だからこそ、知らぬ間に事務所に不利益を与える可能性を危惧して、ロフォーバー心でコメントしました。グレーゾーンな部分が多いことではありますが、どのように考えておられるか聞けてよかったです。これからも頑張ってください。動画期待してます。ありがとうございます。うん、でもこれカナコンさんの指摘してることって僕前のところでお話ししたと思うんですけど、言いづらいことだけどみんなが気になってることって感じだと思うんですよ。なので僕はあんまり答えづらいことがない人なの。答えちゃダメって誰かが言ってて、それが権利系であったら答えないよ。濁すかこんな、まあ答えないな、うん、だけど別に自分で僕の感覚とか僕がどういうふうに思ってるかとかって言えちゃうじゃないですか。だからそういうところは割とフラットというフラットと申しますか、平常心で、いやそりゃそうでしょって言えることは言うと思いますんで、引き続き何かあったらお願いいたしますつう感じですね。まあ嬉しいっすよ、気にしていただいて。じゃあ次行きましょう。岡村誉れちゃん動画にね、この俺昨日さ、もう一昨日かこれ、ほまちゃん見てたら、早く行けって話かもしれないけど、ちょっと言わして。ほまちゃん見てたら、もう何言ってるか関係ないんですよ。あー、これ、この角度、これひっくり返してみたらまだ可愛いのかなとかさ、そういうこと思って、なんつうの、平面なのに 3D で頭なかったっていう話。余計なことすみません。進めましょう。ほまちゃんね。はい、じゃあ、はねちゃん、ありがとうございます。うちの娘も同じ年、同じ誕生日だったんですよ。おお、ほまちゃんより可愛い、かっこはやばかなど共感する部分が多く、いつも楽しみにしています。これからも頑張ってください。同じ誕生日、ほまちゃんより可愛いは親がそう言ってなきゃ誰が言ってやんだよって話ですよね。でも僕だから11下の妹がいたっていう話前にしてるんですけど、まあだから延々いるんだけど、親みたいなもんだったから、もうとことん可愛いですよね。わかります。他もっと比べようがないですよね。もう安定で可愛いじゃないですか。ね、だからもうわからない、僕未来の人生の中で親をやるかどうかわかりませんけど、その時にあの時羽根ちゃんさんがそう言ってたななんて思い出すのかもしれませんね。引き続き娘も可愛がっていきましょう。よろしくね。じゃあメロンパンさん行きましょう。ほまちゃん可愛いですよね。それしか浮かばない笑い、それぐらいの破壊力がありますよね。顔も小さくて目も大きくて、手足も長くてスタイル良くて、かっこマキのマリアみたいにいろんな雑誌に載ってほしい、かっこ閉じ。歌声もダンスも発展途上なのがまた押せますよね。ライブ見てると歌い方変えて一生懸命声を前に出そうとしていませんか。間違った見方してたらどうしよう、かっこ閉じ。それがまた応援したくなります。その努力や上達具合を楽しめるのもモームスだけじゃなくてハロプロの魅力ですよね。おばちゃん楽しみ。あと北川リオ、山崎芽衣、そして岡村誉れの15期メンバー3人、バランス良いですよね。失礼、引力を感じます。引きつけられます。もう本当にモーニング娘。の未来は明るいですよね。あざっす、わかります。これね、全部わかるんだよ。で、だから牧野マリアっておっしゃってるじゃないですか。僕はマリアめっちゃ好きなんですけど、でもマリアの可愛い感じって、俺どっちかっつうと、なんか
なんつうかな、宇宙目指してる地球人見てる感じなんですよね。なんかマリアのその宇宙計画は基本的に今の科学では解明されてないやつだけど、やってみたら面白いよねっていう感じなんですよ。でホマちゃんの場合はもう宇宙であろうが地球であろうがおそらく可愛いであろうと、だから もうちょっとなんか銀河系とかそういうね、あのくくりなんですよ。でマリアはなんかまだ重力たっぷりあるところで勝負してくれてる感じ、でも理屈がちょっとおい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 っていう、だもう押す押す押すっていうさ、だってさ、あのわけわかんないドラゴンボールのさコメント書かれたり、メジャーリーグのデータ載せられてもさ、ねえ、マリアじゃなかったらちゃんと説教だよね。すいません、こんな感じです。15期今見たい、そんなこと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。剣まんじまるさん、おまちゃんより国を沢崎に知ったって人、ここにいました。私です。涙。ここ数年、本当何も知らなくて、おまれちゃんかわいい。かわいさすごいですね。末っ子感な感じ。純粋な感じなのかな。かわいさの天才ですね。不謹慎かもですが、外出自粛なければ、国をさんもおまれちゃんも知れなかったので、自粛ありがとう。笑い。まあ、いろいろ重なるよね、こういうのはね。運命ですよ。今知れてよかったよ。今がタイミングだったってことさ。引き続きお願いします。じゃあついていきましょう。時計の針さん、今回は珍しく終始にやけ動画でしたね。メンバーみんなのウェブ動画お誕生日祝い動画閉じてのママお肉あるには完全にやられてしまいました。そうよ、このね、あの感じでお肉っていう肉食アピールでしょ。なんか従来のアイドルってあの感じ佇まいになってくると、ケーキだイチゴだとか言ってかわしてくれてたはずなんですよ。でもそれもなんか辻褄合わせの肉好きじゃなくて、もう肉キラーじゃないですか。なんかもう全部当ててくぜみたいな、あこれ A5 ランクのとか始まる雰囲気でしょ。なんか最終的に厄介ですよね、そのそれが今見えてる感じ。ひよこかわいいって買ってきたら鶏になっちゃいそうな、違うかもしれないけど、鶏になっちゃったっていう後でなっちゃうかもしれないよ、ね、だからお見逃しなくってことでございます。そんな感じで、岡村ほまれ動画にコメントいただいた皆さんありがとうございました。じゃあ今日ラスト、結ぶ動画に書いてくれた方々、コメントくれた方々にお返しします。金、これね、どうなんだろうね、KJH ジンガー嘘っぽいね、ドイツ語みたいなんだもんだって。ありがとうございます。船木結さん、お誕生日おめでとうございます。最近ハロメン誰かの誕生日の日は動画期待して待っています。結ぶ短歌卒業するまでに生で視聴したい曲は横山玲奈さんとの2人でのミンミンロケンローかっこフルコーラスです。ありましたね、ありましたね、あの辺にあった曲、あれはその後どうすんだろう。俺あのレイレイのなんかなんとかロッケンローも好き、あれがこれかね。いちいち結ぶの場合はあのデュエットとかした時になんつうの、キャラで言うと前に出るんだけど歌った時は弾くことができるんですよね。ここがなんかただもんじゃないとこかなと思ってますよ。横山可愛いからね。横山可愛いかつ最近頭切れまくってるじゃないですか。もうなんつうの、15期の姉になってガンガンよし自分こいつら引っ張るみたいな感じもあるし、そこも可愛いし、今の横山でなんかいろいろやらしたいですよね、歌の意味でね。そんなこと思いました。共感します。あざす。じゃあ続いて島田正史さん、初コメントです。他のアイドルグループとハロプロとの違いがはっきり分かり、国尾さんの話はいつ秀逸です。ハロプロ愛が伝わってきます。毎週楽しみにしています。頑張ってください。頑張ります。他のアイドルグループとは比較してるかどうかわからないんですけど、ハローは
これよくハロータでも他のアイドル聞く人と言うんですけど、作曲家作詞家が手抜いてないですよ。他のアイドルグループ手抜いてって言ってるんじゃないです。ハローの曲っていうもうエッセンスがあって、そこにアジャストするっていうことを誰もがやるってことですよね。これはもう、なんだろうな、僕よく宝塚に例えるんですけど、宝塚と似ていると思いますよ。他の舞台とかで何ができるじゃなくて、宝塚としてどうなのっていう感じ。ここですよ。あといろんな例え浮かんじゃったけど今間違えそうなんでここまでに行します。ね、ハロプロ愛って捉えてくれる方々にはいつも感謝してます。ありがとうございます。初コメントだそうですけど引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いて、吉2吉さん、国尾さんのプロフィールは公開してますか？これ知ってどうすんだってのもあるけど、あの僕の Facebook、Twitter、まあ、Mixi って昔のやつだじゃない、あれ見れば大体書いてますよ。魅惑の国尾で。で僕20年ぐらい前からあんまりやりたいこととか、あの自分で立っていた位置がそんなに変わらない人間なんで、あそこに書いてあることはそんなに変わらないです。ただ今 YouTuber として頑張りたいが加わってるかな。でその YouTuber で頑張ってどうしたいかって言ったら、昔から言ってることで、まあ、J カルチャーとか J ポップとかアニメなんでもいいんだけど、普通にメイドインジャパンでやってるものが外国行って中国の方々とか、別に中国人も否定してないよ、中国の方々とか他の国の方々のビジネスの種になっているんであれば、一度日本人の人っていうのは介入していって正常な状態にしていくっていうのがいいんじゃないのっていうこと。そのためになんつうの、誰かが持っている、もうすでに掴んでいるパイをよこせじゃなくて、あそこすいません僕も入れてもらっていいですかっていう感じで入ってって話広げていくと、そういうことはこれ YouTube もですし、イベントでもやっていこうと思っています。だからプロフィールに上塗りするとこんな感じってことです。引き続き何か気になることあったら答えられること答えますんで、お付き合いください。よろしくです。じゃあ続いていきましょう。メロンパンさん、船木来たという感じで拝見しました。笑い、ありがとうございます。私の中では正直カントリーガールズの印象が強いです。というかカントリーガールズのケニーメンバーは全員カントリーガールズとしてステージに立っていた時の方が生き生きしていたんじゃないかと思ってしまいますね。てんてんてん。活動休止に至るまでです。かっこ年。あの柳船コンビは可愛かったというより面白かったですね。さすが嗣永塾という感じでした。笑い。最後までカントリーガールズとして頑張った4人、山木、尾関、森と船木は本当に最高のパフォーマンスをしてくれていたと思います。本当にもったいない。ブギウギラブ、恋はマグネット、ワンサマーナイト、ずっとずっとが私は好きです。バースデーイベントで歌った曲正直知りませんでした。すいません、勉強し直します。アンジュルム加入は正直びっくりしました。でもすぐ順応してアンジュルムというグループをさらに、濃く深く強くしてくれたと思います。まさに、大功労賞。アンジュルムは失速せず、かえって加速してエネルギーに溢れていたのは、船木結ぶが大事なピースの一つだったのだと思います。歌唱面でありダンス面って普通に考えたらすごいことですよね。そりゃ海外でも受けますよ。今後どんな道を進むのか楽しみです。具体例もありがとうございます。船木、この柳船コンビね、僕ちょっと前のご動画のところで、いちいちコンビのやつを言ってたらあれ超絶長くなるんですよ。だからやべえなと思って柳船そんな触れなかったんですけど、こんな飾っといてね。でここで触れよう。柳船ね、あれは WU 辻加護をもっとハイテクにした殺されそうだけど、すげえ現代版にしたやつですよね。昔はテレホンカードで電話していたのがあの辻加護だったとしたら、まあ PHS でもいいかぐらいで電話してたのが辻加護だとしたら、もうスマホで、動画やり取りしてるぐらいなのが柳船ぐらいっていう、そんな感じですね。2人ともね、賢い、頭がいい、知的なやり取りできてんですよね。ですげえ回転が早い。この辺は恐れ入りました。でここのクイーンは嗣永になるんだろうけど、じゃあ嗣永イズムにプラスアルファつけれたやつってどれぐらいいるのって考えたら、歌とダンスで考えたら
僕まだここまで来て償うの方がすごかったとは思うけど、まあ年齢が達成とは違うじゃない。20例えばベリーが終わった時の22、23の償うを称えるのか、25のカントリーで最後全うしての時の償うを称えるのかっていった話が違うと思うんで、そういう船木見てみたいけどね。うん、で柳見も見たかったよ。俺まだ戻ってきてくれないかと思ってるよ。だけど償は圧倒的で、そのエッセンスは入ってたと思ってます。でこの曲上げてくれてるところで言ったら、恋はマグネットだね、うん、ここは完璧だね。だけどジュースとさ、カントリーが最後やった時のジョイントの時に、俺からしたらカントリーの時で恋はマグネットやったら、マナカン踊らすぐらい出さないの不自然だぜって思ってたよ。うん、なんだ今のって感じだけど、そういうふうに思ってたってこと。で歌唱面でありダンス面は最高です。いまいち取り上げられてないがちだけどね、知ってる人はもう知ってるけど、うん、すげえそう思ってます。だから田口で例えた。先発も中継ぎもは全然肩の作り方とかマウンドさばきが違うはずなんで、だって相手の打者がもう違うテンションで来るじゃない。あと回が煮詰まれば点数にもよ、点差にもよるけど、ガチに本気になってくるじゃん。その辺っていうのにアジャスト両方できるっていうのはすごいと思う、うん、僕意外と巨人の田口評価高いっすよというように結ぶも評価高いって偉そうなやつね。ファンだからいい、ありがとうございますじゃあ今日は最後のコメント返しになります、最高級ラブドールさん、無茶ぶりに答えて、トークが上手くて歌って踊れるスーパーウーマンやね。船木はどこへ行っても成功できると思う、ね、最後にふさわしいおっしゃる通りですね、うん、トークも勉強していたと思うし、タレントとしてのスキルも勉強していたと思います。そしてそれができていた、それが船木結ぶ、そんな子でしょう。だから欲しいと言ってる。まあ今日はこんな感じですかね、皆さん、この後は月曜日の夜で、もしリアルタイムにこれを見ていらっしゃる方々は、この後ハロー系番組が続くということで、あれだっけ、ふるさとの未来とハロドリ連続で見て、ツイッターの方でもちょっとつぶやきながら見ようかと思ってるんで、お付き合いください。ツイッターの名前は魅惑の国をやっております。ぜひチャンネル登録、これ YouTuber お願いしながら、この後もお付き合いください。では良い夜を。後ほどの人は後ほど。